今回またおもてなしツアー第4弾、今日はスペシャルゲストをお呼びしております。ネルソンズの和田半純さんです。どうぞ。どうも。4件目ということでね、ちょっと声張ってもらえます。そんなことはなくないじゃないけど。はい、和田万寿さん。どうも。4件目ということで、ちょっと楽しみにね、4件目。もう結構ここからでも結構匂いしてきますね。美味しそうな匂い。美味しそうな匂いが、ちょっと楽しみにね、はい、やっていきたいと思います。じゃあ、福山の視聴者さんに一発ギャグ一つよろしくお願いします。はい、どうぞ。いっちゃうじゃん。はい、すいません。はい、ありがとうございます。おー、早い。もう休憩のする間がなく、できます。じゃあちょっと一口ね、うん、行ってもらってください。いいところね。あ、待って、取れてなかった。うわよ。だったんですよ、これ。回ってなかった。テイク2。テイク2。はい、もう一回お願いします。いいね。ええ。いいところね。ええ。伊藤が麺を切らずに食うの、それも大量につまんで麺を切らないというなポリシーポリシーではないですよ。そんな寄せていただいておりまして、この後も控えてね。もうまあまあきついですね。2軒目終わった何かでもきついって言うとて、どんなカレー味あったの。カレー味、ほんまカレーうどんのラーメン食べみたいな。なんすかカレーラーメンのやつ。なんだカレーうどんのラーメンバー。いや、こんな感じかな。ライスをしないね。さっき食ったっけね、結構ライスはね。いや、でも欲しくなるし、ね、ライス、青は絶対。うん、青は。なあ。どうですか。美味しいですか。さっきは進んでるです。あー、食った替え玉エース1000で和田万寿さん。そんなにもうエース替え玉は、大丈夫、はい。おでんもあるよ。おでんは A ラーメン屋に来て、うん。おでん、おいしそう。
ここは何年ぐらいやってってんす？何年ぐらいやっとってんす？お店は。ここは40年。40年。うん。あ、ここはここに来る前も。前から昭和35年からです。うおー、すごい。昭和35年からやっとる。そう。うおー、すごい。あ、仙台からいたら。はー、すごい。あ、噛み締めて食べてください。味、うん。ね、うん。それね、めん、胃が驚いとるし。うっさい言うな。麺踊り？踊りおる？ここまで来てます。おい、やめえよお前。おい、やめえよお前。めんってか、さっき麺じゃないの。おい、食って。一回挟んどるやん。一回挟んどるやん。ああ、若鳥炒め挟んどるやん。ほんで、どんぐらいなんか。いや、まだ全然いけますよ。え、全然いけますよ、言って。いや、思っとったっしょ。で、ようて、餃子ぶらわず、餃子食えよ、だ。はい、もう片膝ついて。どう餃子いけよ、あ、わかる。餃子いただきます、言って。ほんで、こっちから漬物ポリ食え。どう？ああ、すごい。何じゃこりゃ。過酷なツアーでしたね、今回。このツアー。ね。やばいっす。めっちゃ利益が込み上げてる。なあ。もうこんなツアーするもんじゃないね。きっとね。第2弾のツアー。第2弾。おいおいおい。おいおいおい。おい、勘弁してくださいよ、もう。6杯目。そう、1、2、ラーメンは1杯、2杯、3杯です。胃がバグっとる。いや、まあ、いや、なんか、もうねんすよ、マジで。マジで汗ぶれ出とる。もうやばいっすよ、だってついていかないけど。マジやばい。急に汗出てきた。おいおい、結構美味しかったですね。これも完食です。完食です。ありがとうございます。はい、おもてなし、はい、4段4件どうでしょう。もうね、どこもやっぱり多種ね、いろんな味があって、はい、この道ラーメンすごいいいなと思いましたね。美味しかったですか。美味しかったです。はい、それではまた、はい、今度は京都でお願いしますね。はい、ぜひ京都でございます。はい、最後お願いします。はい、人が見おりますよ。はい、恥ずかしいですよ。恥ずかしいですよ。人がいますよ。人がいなくなったところを見計らってね。はい、はい、はい、どうぞ。うーん、わたまん。あ、時間です。解散、解散解散。なんだ解散。勝手に解散。また次回なんかまたお願いします。はい、ぜひお願いします。はい、お疲れでした。お疲れ様でした。はい。